お茶の水女子大学学長の羽生佐和子は1948年神奈川県に生まれる。1973年お茶の水女子大学を卒業。1982年同大学院博士課程を修了。専攻は哲学。2009年4月お茶の水女子大学長に就任、現在に至る。また学長職の傍ら国立大学協会副会長をはじめ、さまざまな協会や審議会の要職も務めている。お茶の水女子大学は2015年の3月で創立140周年を迎えるということなんですが、その大学の設立の経緯ですとか建学の精神について教えてください。はい、そもそもは今から140年前に官立の女性が高等教育を受ける唯一の機関として東京女子師範学校というのができました。それが発端です。その頃から社会を動かす、新しい時代を作る、そういった女性を育てるということが大きな役割と考えてまいりました。同時にまた研究者を育ててきたということもこれまでの特色かと思っております。それから140年ですから、いろいろな人材を送り出してこられたと思うんですけれども、はい、日本の女性で初めての学位博士号を取った女性も輩出してまいりました。はい、でその人たちは皆、比較的こう自然科学の分野で国際的に活躍した人が多くおります。で今この100年以上の歴史の中で政治の分野、あるいは行政の分野、あるいは、経済界でも活躍できる、そういう女性が次々と育っていっております。まあ、国立の女子大学ということになります。そうすると実践すべき使命とか教育とかっていうのはどういうことになりますか？はい、リーダーとなる女性を育成するということがございますので、深い教養と広い専門性、はい、広い教養と深いではなくて深い教養と広い専門性を持った学生を育てたいというのが大きな理念です。最初キーワードですけど、コモンズ、共にあること。これはどういう結びつきになってくるんでしょうか？はい、知識をたくさん蓄えていたらそれを社会に生かしていく、そして共同する中でそれを発現させていくということが重要ではないかというふうに考えております。はい、そのようなことからコモンズ、共にあることというのを大切に考えてまいりました。ただあれですね、伺いますと概念とかだけではなくて、はい、実際にこう場としてもあるわけですね。はい、代表的な例が新しく作りました学生寮でございます。はい、学生が共に住まい、はい、そして共に学び、共に成長するということを理念として掲げて、はい、スチューデントコミュニティコモンズという名称をつけました。はい、お茶の水女子大学の学生寮お茶大 SCC は、学生5人が一つのユニットとして共に住まい、共に成長する場である。共有部分のリビングを囲むように個室が配置されており、個々のプライバシーを保ちながら暮らしの中でお互いが触れ合える。同年代の5人が共同生活することで、さまざまな気づきや学びが生まれている。人との距離の測り方がうまくなったかなと思います。同じハウスで生活してて、なんかこう家族みたいなものなんですけど、やっぱり個々で他人同士なので、あんまり踏み込まれたくない領域っていうのも多分みんなあると思うので、そういう距離の測り方は共同生活でうまくなったかなと思います。自分からあんまり話すタイプではなかったんですけど、やっぱここにいると無言っていうわけにはいかないので、やっぱ相手のことを知りたいなとかも結構いろんなことを自分から聞いたり、刺激受けましたね。それで、私妹と弟がいるので、私はすごく性格がお姉ちゃんなんだなって自分で思ってたんですよ。でも今なんですけど、でも今実際に同年代の人と生活してみたら結構そんなこともなくて、やっぱりこう人に頼った方がこう全体がうまく回ることだったりがあるんだなっていうのが新しい発見でした。そうですね、違う価値観の人が多いので、こういう価値観もあるんだとか、こういう考え方もあるんだっていうのが、まあ、受け入れられるようになったっていうのがすごい大きい成長だと思います。
そういう共にする場っていうのは他にもあるんですか？はい、実は、学長になりまして初めて作りましたのが学生寮ですが、はい、その前に副学長の時代に附属図書館の図書館長もやっておりまして、はい、その時に考えましたのは図書館というのを人と人との出会いの場にしたいというふうに考えまして、うん、そして、そこでは共に学び共に成長するというその2つのコンセプトを生かすためにラーニングコモンズというのを作りました、うん、学生と学生あるいは学生と卒業生、はい、それから学生と教員あるいは学生と職員も出会えるような非常にオープンなスペースを作りました、うん、でそこにはまた就職相談ができるようなキャリアカフェという呼ばれる一角を作りまして、はい、そこでは学生が先輩やあるいは企業の方にいらしていただいて、どういう準備をすることが社会人として必要なのかというようなことを身近に学べるようにしております。お茶の水女子大学の図書館には図書館を個のスペースから集い出会い交流の場にすることを目的として学生たちが集まって勉強ができるラーニングコモンズや学生たちの交流の場であるキャリアカフェなどさまざまなスペースが設けられている。さらにこの図書館には学生たちのさまざまな悩みや疑問に答えるララと呼ばれる大学院生の相談員がいる。どんなアドバイスをしているのだろうか。例えばあるテーマについてレポートを書くことになったときにどのようにして文献を集めたらいいか、集めた文献をどうまとめたらいいか、そもそも高校までレポートを書いたことない学生さん多いのでどういう構成で書いたらいいのか、そういったようなことの相談を受けてもらっています。また学生たちが学内インターンシップの一環で図書館の職員と一緒に企画展示などを行う制度もある。リサと呼ばれるこの制度はおよそ30名の学生がいくつかのグループに分かれて活動している。生徒たち自身が考えた企画を自分たちが実現していく中でさまざまなことを学んでいく。その狙いを聞いた。13人ぐらいこうメンバーがいるんです。でそうすると授業いろんな授業を取ってる学生さんたちがまずミーティングをするときに日程調整しなきゃいけない。そこから始まってスケジュールのリミットが決まったらどういう段取りで逆算していっていつまでに何をどう決めて、じゃあ広報はここでやりましょう、広報先はどこにしましょうかとか、学生本人から先方にコンタクトを取る。だからこう社会に出る前のステップとしてまさにインターンシップ、学生さんに社会人基礎力を身につけていただこうという明確な目的があったんですね。今図書館のお話がありましたけれども、はい、そこで大学入試を行おうという取り組みがあるんですね、はい、大学にとって図書館というのはいわば地の象徴のようなことが言えるかと思います、はいはい、実は AO 入試の一つの形でございまして、うん、私どもの大学の AO 入試はすでに8年前から行っています。全体で2日間なんですけれども、その間に英語や日本語での模擬授業があり、そしてディスカッションをしてレポートを書いてというようなことで非常にハードな入試なんですが、受験生がとても楽しい入試だったとか、それから自分が2日間で成長できたなどと言ってくれるものですから成功した入試かなというふうに思っております。そしてそれをさらに一歩進めた、図書館入試とも呼んでおりますけれども、はい、新しい形の AO 入試というふうに言えるかもしれません、はい、具体的なその入試の内容というのはどういうものなんですか？全体で5日間の入試です、で最初の2日間はプレゼミナールといいまして、はい、実際の入試の前にセミナーを受けていただくということでございます。でその2日間を少しご説明しますと、これは実は高校生とか高校の先生も参加できるようなゼミナールですね、はい、その意図は、大学の入試を通じて高校の教育を変えていきたいということもございまして、うん、まずプレゼミナールを受けていただく、うん、その後3日間ございまして、その間に、図書館で、様々なことを調べる、それからそれでレポートを書く、
でディスカッションをするというようなことを行い、理系の場合には実験室で実験をする、そしてレポートを書いて、はい、ディスカッションをして、さらにそのレポートを精査してというような入試の形を考えてまいりました。狙いは何なんでしょうか。はい、私どもの大学の教育の使命はやはり女性のリーダーを育成するということがございます。でリーダーシップを発揮するための基礎的な、スキルとしてはやはり、できるだけの素材を活用して自分で考えて、そしてそれを問題解決に結びつけていくという、そういうスキルが必要だと思っております。したがいまして、そういった力を身につけられるような人を見出すというのが今回の入試の大きな目的でございます。これは本当に深いですよね。はい、私たちは今試験というのは知識を自分の中に入れなきゃいけないんですけれども、ですから細かい名前まで入れなきゃいけないんですけど、それは案外必要なくて、その人物が何をしたかとか、そういう深いところに行きたいわけですよね。ですので脱暗記型入試というのを目指しておりまして、はい、今よく言われていますアクティブラーニングなどを、さらに拡大することができればというふうに思っておりますのと、はい、それからやはり伸びしろのある学生を見つけたい、はい、社会に出て、もちろん大学教育の中ででもですけれども、社会に出て伸びる、そういう人を見つけ出したいというのが、はあ、私たちの強い願望でございます。はあ、私らのようなやっつけはなかなか通用しなくなってくるという、ね、変わってくるんでしょうね。それでは2つ目のキーワードは何でしょうか。2つ目は磨かず場という言葉をキーワードにしたいと思います。磨かず場、どういう意味でしょう。次なるキーワードは磨かず場、その真意とは。